トマトの品種、品種はですからそのたくさんあるんですけど、はい、まあいろいろテストしたりいろいろやって、はい、このハウスモモタロウっていうのが一番うちの水だとかこの美味しさとか合ってるんですよね。あ、それやっぱり品種によってだいぶ違ってくるんですね。例えばあの、まあ時期はともかくしても、はい、温室だから結構あの気候とかなんか案外なんていうの関係ないと思われる人多いんですけど、イメージ的には、はい、だけどすごく影響があって、例えば曇りだとか雨の日が3日ぐらい続いちゃうと、はい、花が落ちちゃったりとか、そういう影響が結構あるんですよね。で、あるいは3日ぐらいずっと曇天だとかなんかして、特に春先なんかぐっと気温が上がったりとか、秋でもそうなんですけど、はい、あの曇りが続いて急に温度が上がってなんていうと、やっぱりあの今後っていうか水分のバランスが崩れて結構しおれて、昼間しおれちゃう時があるんですね、はいはい、ところがこのハウスモモタロウは一番それが少なくて、はい、同じ滝の品種の中でも、例えばモモタロウエイトだとか、はい、それからチカだとか、はい、いろいろあるんですけど、はるかだとかあるんですけど、まあ一番、まあ昔からある品種でこれが一番いいかな。で、味はまああのすごく、まあ桃太郎系とみんな美味しい美味しいって言うんだけども、はい、まあ どれでも味はそんなには変わらないと思うんだけども、まあ桃太郎系とが一番いいかなっていう感じの中で、ハウス桃太郎がその中でも一番合ってるかなっていう感じで、はい、でこの井戸水はすごくいい水で、85メーターぐらい掘っていた時に、はい、貝殻が出てきて、貝殻ですか、うん、だから海だったんだよね多分ね。あ、そうなんですね、うん、それでその前までは水がねすごくあんまり出なかったんだけど、水がだいぶ出てきて、はい、当初は70メートルの予想だったんだよね。それが40メーターぐらいのところに層があって、はい、それが何ていうのかな、一時的な層で、あとはね全然水がなくて、で足らないような状態だったんで、でまあ出るまで掘れっていうような感じで、でまあ最終的には100メートルだったんですけど、だからその海水が出てきて、砂が出てきてから水がたくさん出るような感じで。やっぱり当たり前ですよ、水は大事、ね、特に水耕だから余計そうなのか分かんないけどね。これちょっとの本数なんだけども、大体1800本ぐらい、1800本、はい、苗が、うん、トマトがありますって、はい、ってるんですけどね、うん、でその1本の苗があれ確かこう斜めにこう、はい、斜め優位にやってましたよね、うん、でそうすると1つの苗からこう何段にもこう、はいはいはい、トマトがこう、はいはい、なっていく形なんですよね。そうそう、トマトは大きい、このハウスモモタロウで25段ぐらい。25段ですか、うん、はあ、それでミニトマトの方は34段近くですね。僕もまだ不勉強ですけど相当数多いですよね。その何、そうだね、普通、路地でトマトを作ると大体7段、はい、8段ぐらい、多くてもなんかそのぐらいですよね。だから土で作っても温室の中で長段でやる人はいますけども、はい、ただまあいろんな面では、案外水耕の方がやりやすいのかなとは思います。